いやあ、せつなケースだよ。さあ、今回、前回のパートの流れからしたら、今回、第4話さあ、過去と向き合う一つのターニングポイントみたいな話になるんかなって思ってきております。第4話、シザーガール通り魔事件。やっていくぞ。その夜どうした、てるくんいきなり声がへん、裏返ってる。どうした、てるくん ルナのやつ、そぞちにいなかったなまだキラ先輩で遊んでるわーあ、出るー。わーいつも見てもエロいですね。ゆるさルナ、いま、ルナ来てませんかそれならさっき、キラくんと一緒に出て行ったよ。わあいつ、キラ先輩よ トリコにえキラ先輩をたぶらかそうとしているえキラ先輩と一体どこへ仲いいなあいつら<は>何か嫌な予感がするマサがお二人でプリクラ取りに行くんじゃないかやめろ別にルナにそんな気はないけど妹とプリクラ取るとか断じて許せんぞ兄として兄として今,今朝のキラ先輩のあの言葉 何か引っかかるなお兄ちゃんああそうか電話か,どう,かどうしたどうしたルナお兄ちゃん助けていきなりのピンチじゃねえかルナ先輩が先輩が夢の中にはっていっちゃったわマジでなんだって やると思ったちょっとやると思ったくそキラ先輩マスカルナを利用するなんてなんでそこまでして自分で解決したからんだお兄ちゃん待てろルナ出るゆりさんごめん店のことをあとはよろしく てえゆりさん、珍しく驚いた顔だ。なんか可愛いな、この顔も。あなたがメイン広いんだ。おーいリュウガさん、なんでゆりさん以上にそんな驚いてんねん。<laughs> <laughs> <laughs> 待った、出た、そのセーブポイントに、リュウガさん。<laughs> 何かに刺した時きみたいな顔するんじゃないわ、お、ま、前、あ。何かやばいものを刺した時に、みたいに。 なこれ事件現場かクライムスセってよこれ事件クライムセンス事件現場って意味か行こうあ,あどうしたルナお兄ちゃん大丈夫か、うん、騙されたーセンパー,にーえっんで騙されたの <laughs> え <laughs> チョコパフェ怒ってやるから一緒に来てみたいな感じで言われたのかお前 <laughs> チ,ョチョコパフェ <laughs> お前チョコパフェ騙されたのかお前 <laughs> ルナなんでキラー先輩を夢に入れたんだだって夢の世界を見てみたいって言うから怪しいだろ <laughs> それ絶対怪しいやつだろお前, <laughs> お前 <laughs> うんわかったで2 <laughs> つ2つ返事でやるやることじゃないだろお前 <laughs> この場所から入れそうな夢があったら、ちょっとだけ入れてあげてんの。でも、走ってどっかに行っちゃったの。まずいぞ。鬼はまだシザーガウルの居場所が分かっていない。だけど、キラ先輩はあてもなく夢に入ったのか。いくらキラ先輩でも、そこまで命知らずなはずはない。まさか、キラ先輩は、シザーガウルの居場所を知っていたのか。なんか、キラ先輩と過去関係あるんかな。 とにかく夢には入って、キラー先輩と探さないとだが、この広い新宿のどこを探したらいいんだうわおおって今回はなんあったんじゃ今回は。<laughs> これでわかるだろう <laughs> この子をめっちゃ似合っとるなどー <laughs> ドアーンってドーって言って、この分すごい生かすい顔出てくるんだ。私も行くわよ チェリーさん <laughs> そっか、ルナちゃん初対面だったな <laughs> そうなるわな、確かに。紅葉のものとは思えないタイプの人間だ、みたいな感じ。<laughs> なぜここにキアちゃんの行き先だなら、私が知ってるわよ案内するわえなぜ知ってるんですか昨日、あんたがキャッチのふりをして聞き込みをしていたときに、 キラちゃんも調べていたのよシザーガールの居場所をね何だってやっぱキラ先輩なんか知っとんじゃんこの通り魔事件例の存在を知らなければ私には理解できなかったわキラちゃんはあんた,たちの能力を知っていたから初めから例の仕事だと睨んでいたのねだからシザーガールが生前住んでいた居場所を調べていたのよさあ シザーガールの居場所ってなぜあなたが知ってるんですか <laughs> それよりキラちゃんが危ないんでしょ早く行くわよ絶対何か過去にあるやつおお兄ちゃんルナが怯えている本当は連れて行きたくないけどキラ先輩の行き先を知ってるなら連れて行くしかないのか いや、たぶん、ルナちゃんはこれ、チョコパフェ怒ってもえなかった、クソっていう感じです。いや、てるくん、騙されないで。なんだあ、そうかそうかそうか、ドリームなんちゃって能力か。それじゃあ、本当にいいんですかええ、けいちゃんを助けに来こよ。お兄ちゃん、ドリームリンクで夢の入り口を開いて。わかった。ふん、べらぶんぶんぶん、はい、ぶんぶぶはい、ぶんぶんんぶ 開けドリームリンクの能力解説しよう夢見の家系が使用するレイの見る夢に入る能力デルトルナはこの能力で人々を助けるがルナはキラ先輩の口くじぐらみに乗って夢に入れてしまったようだバカめおい、これ開いたの <laughs> 入り口がボーンって出てくる感じかと思ったらさなんか空間が歪んでるだけだねあれ入り口本当に開いたのこれよし行こうどうやって入ったんだろうあー出てきたチェリーちゃん出てくるかなと思っとったら出てきたよチェリーちゃん本当にグレープちゃんじゃないのかおなこれ,これナイトメア歩みの中かったことか悪夢じゃんナイトメアどっちかっていうと悪夢じゃんそれ <laughs> それで チェリーさん、シザーガルの居場所はどこですかここから西に向かった場所よ。シザーガルが、シザーガルが生前いい住んでいた団地があるわキエちゃんもそこに向かったはずよ。<laughs> え、もう、住所特定してるのか。お前特定中かよ。さあ、早く行きましょう。ロード。あ、道中か。よっしゃ、行こう。 <laughs> ちょっと出てくんの後ろからすごい圧を感じるねこれ <laughs> もうチェリーちゃん身長高いな <laughs> えな,なんなのもしかして今回のメインヒロイン枠チェリーちゃんなの嫌だな <laughs> なんか嫌だなこれライト消した時のチェリーちゃんの反応とか見てくだいけどとりあえず視聴者が見たい見たいって言うそうやけど見とくねあ間違えたえ 決定技か、これが。お前かよ、お前じゃね。チェリーちゃんもちゃんと驚いとるや。チ <laughs> 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 ェリーちゃんの驚き方がちょっとつぼないんやけど俺 <laughs>、俺。チェリーちゃん、声を荒げんのやな <laughs>。<laughs> <laughs> あ、よかった。 この声、ルナちゃんだっただけ、まだ良かった。ぎょっとーって、チェリーちゃんの声で言われても、言っちゃった、言った、やないか。ははは。言わんかなと思ったやないか。ははは。言うんかい <laughs>。言うんかい <laughs>、うん。わかったわかった。これ何回もやよって別のパターンあるんかな。まあほとんど、あるわ。<laughs> ああ、楽しんだ。ちょっと楽しいんだ。よし、行こう。あだりの風景が赤いわね。この赤い弓はシザーガーの記憶なんです。どこから襲ってくるかわからない。気をつけて行きましょう。分かったわ。出たよ、この漆記浴。 四曲名物、このちょっと横スクロールで進んでいく感じ。あそこ、誰かいるよおああてる先輩てる先輩、てる先輩,先輩て間違えてて。き <laughs> ら先輩てるくんは後輩だからね。きら先輩いや、それとこじゃない。あ、もう、ハサミじゃないだろう絶対ハサミでどうにかなったやつじゃないだろきらちゃん 先輩き、キラー先輩。まさか死んだのか生きてるよ。キラー先輩。<laughs> <laughs> お前ら動揺しすぎじゃん、お前 <laughs>。 わチェリーちゃんのせいでルナちゃんのいつものこの顔がさちょっと薄く見えるわ <laughs> 先輩先輩お願い目を覚ましてまず、あ、覚ました今覚ましたわ先輩先輩 <laughs> <laughs> うーうー いやむしろとどめを刺そうとしてるんじゃないのかテルこいつらどうにかしてくれキラ先輩肩をおかしますよキラ先輩生きててよかったてかハサミでやられたんじゃないやなこの感じどっちかって言ったらなくらえて血を出しとような感じのような てな頭からなんだ殴られたんかなやっぱドンキーか、うん、はあ、あの女俺にはなびかないんだとよエムロがついてないとやっぱり今日えエムロってバカなこと言わないでくださいエムロキラ先輩どうしてこんな無茶をしたんですかキラちゃん私が話すわよチェイちゃん こうしてるのでは黙っててくれキラちゃんこれだけ迷惑かけておいて理由は話してくれないんですねああですがキラ先輩ルナには謝ってくださいルナを騙して勝手弓の中に入って心配させてたんですからルナ終わり 先輩生きててよかったこれで帰った時にチョコパオへおごってもらえるそっちかよルナ事件現場から夢の外に出られるからキラ先輩を連れて行ってくれそして病院に連れて行ってくれ分かったお兄ちゃんテルこいつを持って行け でかいハンマーですね。えどっちかって言ったら、それであんた殴られたような感じですけど。ハサミを壊すには、こいつが必要だろ。こいつへやつをジョブしてやってくれ。キラ先輩、わかりました。スレッジハンマーを、キラ先輩からい受け継ぎましたテンション高。<laughs> チャリーちゃん。 手のことよろしく頼むわかったわ気を付つけてながんばってお兄ちゃんお、味方がおるってこんなに温かいものなんですねそれに引き換え第三3はだい3はは味方ゼロだったもんなそれじゃあジェリーさん 膝ざがのいる団地まで連れて行ってもらえますかわかったわ。それと、スレッジハンマーの威力、あなたで確かめていいですかえどうせどうすんうえあぶないじゃないやめなさい、冗談はと言っているところで、ついた団地。 ここよ。あくら様にすごい光り方してるね、あそこ。あそこだけ。すいません。こんなことに巻き込んでもらってしまって。水くっさいこと言うんじゃないわよ。それより気を引き締めて。いるんでしょあの子が。あの子ってあなたはシサーガールを知ってるんですかええ。 取材がある通り魔事件は、今からずっと前、彼女が生きていた頃に起こしたものよ。彼女は頭を狂った女の子だった。彼女が起こした初めの事件は、自分好みの男を襲い、頭を持ち去ったことだった。ええー、スクールデイズやん。<laughs> 死んだまことの頭だけ切り取って抱きながらベッドに入るあのやつやん。 ええ。<laughs> <laughs> そして次第に腕を足を体のパーツを集めていったどうしてそんなことを最高難の思考なんて本当はわからないけどこれだけは言えるわ彼女は人間を作ろうとしていたのよえそれも意味がわからない 彼女もまた孤独な女の子だった。だから自分の寂しさを紛らわしてくれる人間を、人肉のパーツをつなぎ合わせて作ろうとしたの。そして全てのパーツが集まったとき、彼女は自分の心臓を取り出そうとした。し、心臓ってそのときの彼女の、彼女は心臓を切り取ったら死ぬということが理解できていなかった。いえ、孤独で精神が追い詰められていて認識を歪めてしまおうとしたのね。 心臓を組み合わせれば動くとは思って思い込んでいたのやああ結局自殺ということになりそれをきっかけに彼女が起こした事件は発覚した今回なぜ彼女が陰部にこだわったのかそれは多分素敵な恋人を作ろうとしていたからに違いないわ最高な理論だけど立派なあれをつけて理想の男にしたいと思っているのよ。ええー 狂ってるその欲望が例になっても続いていたということなのかチェリーさん行きましょうシザーガードを伸ばしにしてはいけない理由がよくわかりました私たちで彼女を止めるのよ行きましょうやかんやつやんええー <laughs>